しかし私が呼ばれたってことは何か事件が起こるってことですよ。大事件がね。奥様、私たち連中は独自の判断で捜査することを許されている。犯人は会場の中にいる。お二人は明かりが消えるときどちらにいらっしゃいましたか？私たちどちらかが犯人だというのか？あるいはお二人とも。誰だ君は？こちらこそ人呼んで最後の名探偵、夜明け新十郎。問題は誰がよりもなぜかもしれないな。え？因果？新十郎、もう限界だよ。確かにいたのに、会場の誰もがいつの間にか意識から消してしまっている存在。彼らは今もそこにいます。あれが結城新十郎、廃線探偵。美しい結末か。気に入ってくれるかな。あなたの出番はありませんから、廃線探偵さん。たった一つ聞かせてください。俺たちには縁のない話だ。ずっと落ちている途中なんでね。